光の厚さだ。遺体が発見されるのは時間の問題。私は重要参考人として事情聴取され、明日の任務に行くのは不可能になる。カーリーを見つける。そうすれば私はここに来なかったことになる。全て片付いた後、匿名でケンパーの死を通報する。この道しかない。まずはストラットマンだ。娘について隠していることを洗いざらい喋らせる。ストラットマン家まで。動くな。片方が義眼の男だ。瞳の部分が赤くてな。いいもん持ってんじゃねえか。あんたの品のいいお仲間が取った指輪を返してもらえない？毒でも仕込んであるのかな。試してみれば。そんな挑発に乗る間抜けだと思ったのか。ああ、このアメ。なさなければならないこと、何があろうとなさなければならないから。カーリー・ストラットマンはどこにいるの？あんたはまるで巨人だな。カーリーは